あれ、こんにちは、河合直子です。はい、今私はビデオの撮影と、写真集の撮影を兼ねて、ノルウェーの首都オスロに来ています。あ、こちらは、昼間はとても暖かいんですけれども、夜になるとものすごく、冷え込んで、セーターなんか、今の時期も必要なんですけれども、前にこのオスロではあのベスト10の中継を黒柳さんがなさったと聞いたんですけれども、そうです、とても懐かしいんじゃないかななんて思います。懐かしいです。今日はこれから、今回アルバムのプロデュースをしてくださいました、作詞家の売野雅夫さんとご一緒にオスロの街をご案内したいと思います。お願いします。恋した女は綺麗な夏の獣、静かな顔して愛さえ裏切れる、愛しゅかにまぶ青く燃える海は白い街角に火を放つ、まとめて男と女口移しの夢に咲き乱れる赤い刹那の花のようで、真昼に抱きしめられて、ああ唇も壊れそうよ、いけない子ね勝手になさい。甘い口うつしの夢に咲き乱れる人は刹那の花びら、愛しゅかにばる短い命より、長い口づけをあ誰か